です。グランドエスケープピアノ初級旅動画の共作になります。小節で言うと5から8ですね。ここの右手左手両手で合わせる練習していきます。では今日練習するパートを一度弾いてみます。では早速説明していきます。まず右手の1番でミです。はい、そしてこの1番をそのままシに持ってきてこうなりますね。はい、そして次にこうですね、ミーミーファですね、こうですね。頭からいきましょう。はい、そして最後に3、2、3ですね。頭からいきます。はい、いいでしょうか。では次7、8小節いきましょう。はい、ここまで。はい、では次。こうですね。もう一度いきます。はい、通していきましょう。では今度左手説明します。5番、2番、1番でラ、ミ、ラですね。これを2回弾けます。はい、そして次にソのシャープ、ミ、ソのシャープですね。同じく2回。はい、いいでしょうか。もう一度いきますね。はい、そして次にシ、ファのシャープ、シですね。2回弾いたら、ドのシャープ、ソのシャープ、ドのシャープ、これを2回ですね。通していきましょう。次の7、8小節も全く同じです。では両手で合わせていきましょう。まず5小節からいきますね。はい、ここまでやってください。もう一度いきますね。はい、いいでしょうか。はい、では次いきます。こうですね。通していきましょう。はい、では次行きましょう。はい、ここまでですね。もう一度いきます。はい、いいでしょうか。頭からここまで。最後のパートですね。はい、こうなります。はい、では頭からここまでいきましょう。
5、6小節練習して弾けるようになった方は次です。次行きましょう。はい、こうですね。もう一度いきます。はい、いいでしょうか。では続けていきますね。ではここでのポイント、ここはですね、最初の部分、1番でミを弾いてシに入って、はい、ここですね、この1番をミからシに移動させる、ここを間違えないようにしてください。ここだけの練習でですね、もうじゃあ3番から入ればいいじゃないかっていう人もいるかもしれませんが、1つ前の4小節の最後に、はい、このように来て、そして5小節のミーと入るんですよ。そしてそのまま、はい、まあ、流れで一応僕指番号を考えているので、ここ注意して練習してみてください。では後半の復習動画でも練習してみてください。今日練習したパート、この動画が分かりやすかった、うまく弾けたという方はグッドボタンで教えてください。ここまで弾けるようになったという方は次の動画に進んでください。